はい、レオンチャンネルです。僕の好きな番組にシンカリオンとフルカフェ系ハルさんの休日とブラタモリがあるんですけど、ちょうどその3番組が同時に箱根特集みたいな箱根会があって、要はシンカリオンだとエヴァとのコラボ会で、ブラタモリでゴーラとか行く会があって、であとハルさんの番組で宮の下の奈良屋カフェっていうところに行くやつがあって、これはちょっと箱根行かなきゃと思って、箱根は以前にねエヴァンゲリオンの聖地巡礼で結構回って人通りね行ったんですけれども、ちょうどシンカリオンの主人公の早杉隼人くんの誕生日もあったし、もうこれは箱根行こうと思って箱根行って、ちょっといろいろね楽しんできて、さらにシンジ君がね、シンジ君が逃げ込んだ大涌谷にも行ってきて、でそこでちょっと面白そうなおもちゃを見つけてきましたので買いました。1500円で箱根ロープウェイ、ガーガーロープウェイで、これすごいのがちゃんと箱根仕様になってて、大涌谷があって、桃源台のロープウェイ駅があったりとか、ロープウェイがあって富士山が見えて、他には芦ノ湖の海賊船か、あとはアジサイね、よくあるフックトイのような全国どこでも買えるものじゃなくて、ちゃんと箱根ロープウェイ限定のアイテムなんですよ。で見本があったんだけど、なんか面白そうだったから、定価1500円の割にはかなりクオリティが高そうだったんだよね。あとなんかやったら最近そのテレビで箱根がフューチャーされるのは、観光が今熱いの、観光が前より熱いのかな。はい、取り出すと、これがレールパーツで、はい、そして、お、でかいでかい、これが本体で、てか、シンカリオンの聖地の大宮もね、しっかり見に行かなきゃなと思いつつ、まだ行けてないんだよな。はい、取り出すと、本体と上のパネルと、レールが2つと、さらにロープウェイ、磁石付きのロープウェイが3つで、あとは別で電池、単三電池をセットしてねと。まあ、でも見てわかる通り結構サイズあって、ライドウォッチと比べてもこの高さ。20センチぐらいあるかな。で、箱根のこれはケーブルカーかな、電車かな、どっちかな。で、海賊船あるでしょ、で、桃源台でしょ、あの反対か、芦ノ湖のね。で、バスと、駅の方帰ってくるやつね。で、桜があって、これなんだろう、イノシシと書いて。で、ロープウェイ。で、大涌谷ね。これは黒い卵ね。ゴーラもちらっと寄ったりとか、宮の下の奈良屋カフェとかもね、寄って、ぼーっとしてきました。でもやっぱ大涌谷すごいね。はい、電池をはめたら、上にここスリットがあるから、これを上からはめると。さらに、まず桃源台部分にレールはめて、もう曲がってるから、これここまで来てるから、この向きではめると。はい、もう、数十秒、1分かかんないうちに、ゴーゴー箱根ロープウェイが完成しました。はい、改めて全体をぐるっと見回すと、こんな感じで、これがね、どういう風に動くかっていうと、見本を見て僕結構これ、おもちゃとして面白いぞと思って。しかもかなり売れてて、もうラスト1個か2個とかだった。で、ロープウェイも箱根のロゴも入ってますね。同じものが色違いで赤色のバージョンと磁石があって、ここがローラー入ってますね。箱根ロープウェイは珍しくこの4点で支えて吊り下がってますから、風が強い日でもすごく安定して怖くなく乗れますね。で、これを磁石側を後ろ、向こう側にして置くと。3個ね。3つとも。で、まず完成状態近づいてみると、こうで、ここね、レーンがあって、こう来て、ここにギミックがあるんですが、行ってみましょう。裏側にね、電源オンオフがあります。じゃあ、ゴーゴー箱根ロープウェイ、ゴー！これすごくない？すごくない？
あ、ちょっとなんかここ、あれだな。あー事故事故。ここのパーツがちゃんとはまってないから、角度がついてなかった。ちょっと近づくよ。ほら、ロープウェイやばくない？ほらもう早いよ早いよ、もう次から次へと。ここさ、磁石で要はここね、来るよ、来たでしょ、磁石を登るのよ。でここで磁石を、おーほーほーほー、でひっくり返す。ちょっと別角度から見ようか。こう来るでしょ、で、こっち、こう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 、で、向こうから来たら、ぬーん。さい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 。で、青色をかつ。で、ほらほら、もう、早い早い。これ、1500円だよ。ライドウォッチ1個分と変わんないよ。これどう？てか、箱根ロープウェイ行ったら、これ買いでしょう。しかもさ、すごいのが、その要は BGM 流れるのよ。でここも光ると、こうね、上からこう、平和か早いんだよねロープウェイこれ。とにかくちょっともうちょっと今度は下から見てみる、見上げる感じ。このテンポの良さよ。横から見るか、横から、完全に横から見ます。ほらもうちょっと寄る？え、これいいでしょ、今みんな欲しいでしょ。ほらほら、ちょうどこの絵柄、ロープウェイのこの絵柄部分を登っていくんですよ。ここ磁石になってるってさ、すごくない？やべえ、箱根ロープウェイのおもちゃマジ平和でも結構ね、ほんとサイズ大きいんだよ。グリースのさ、アーツとか置いても、ほら、この巨大さ。2倍ぐらいあるから、アーツの。これでも、どうだろう。意外と、早いのかな、電池切れが。で、電池オフにするでしょ？ちゃんと、落下しない。ここで止まるから。最悪手動で遊べるよね。自分でここで置くじゃん。で、ザーっていうね。こういう感じ。で、ここ手動ね。で、電池切れ起こしても大丈夫。こうシューって、ひっつかないけどね。ひっつかないけど、こういうこと。ただ電池あると、すげえよこれ、1500円だよ。割安じゃない？なんか2000円とかさ、2500円とかさ、しそうじゃん。いや、外国人観光客もすごく多かったから、これぜひ外国人観光客の方、箱根ロープウェイ登る機会ありましたら、これね、こういうおもちゃがありますので、買ってみてはいかがでしょうか。駅降りたところの売店でね、売ってますので。はい、これが僕のプチ箱根旅行のおもちゃ、お土産でございました基本的には僕YouTuber とはいえ、なんかプライベートっていうか、出かける時動画撮らないから残ってないんだよね、動画は。画像は、写真はあるけど。だからこれでね、アレオンさん遊びに行ってきたんだなっていうのをね、ぜひ体感していただければなと思います。以上、箱根ロープウェイで売ってる
ゴーゴーロープウェイの紹介でした。いいよこれ。